回はモダンジュリちゃんの対戦解説になります。コンボミスや適正コンボミスもあってお恥ずかしい対戦ですが、クラシックジュリちゃんだろうとモダンジュリちゃんだろうと結局はラッシュして殴るか投げるのが早いというのが伝われば嬉しいです。要所で止めたり振り返りながら解説するので、止めずに見たい場合は概要欄からリンク先の対戦動画をご覧ください。では始めていきます。初戦は対ダルシムですね。ダルシム側が相当気を使わないといけない組み合わせだと思います。ジュリちゃんの機動力であれば飛ぶか地上でラッシュするかの2択で攻めることが容易です。またジュリちゃんは疾空戦があるため、ダルシム側は先置き気味の対空が求められます。ダルシムの五中パンチをガードしました。五中パンチに限った話ではないですが、基本的に伸びてくる手足はガードしてしまえばこちらが有利です。まあそもそもダルシムにガードさせて有利の通常技がないんですけどね。画面上にも出ているようにジュリちゃんがプラス5フレーム取れています。しかもかなり近い位置でガードできているため動くチャンスです。私はドライブラッシュで距離を詰めることを選択しました。ついの選択肢としてはジャンプ、5大キックなどがあります。ジュリちゃんの速さだからこそ成り立つ強襲ですが、基本的にどのキャラもプラスフレームを取れたら動くのが大事です。ガード後の素早い判断が求められるため慣れるまでは時間がかかると思いますが、どういう意図を持つにせよ強気に攻めることを忘れずに戦いましょう。ダルシムは風波陣が入れ込みやすい相手でもありますね。ターンが取れたら強気に行きましょう。モダンジュリちゃんの話になりますが、空中ヨガテレポートに関しての意識の話を少々。中風波陣をガードさせたあたりから、中風波陣の後に五中キックで切り返されましたが、ガードしたので再びこちらが有利に。少し歩いてプレッシャーをかけます。この時に見ているのはダルシムだけでなく自身の後ろにも気を配ります。ヨガテレポートが来た時に僕 SP 転戦人で迎撃するためです。ヨガテレポートを意識しつつ端の攻めを継続していきます。集中しきっていると難しいのですが、自身の攻めが一区切りついてたとしてもテレポートの存在を忘れずに入れるとグッドです。投げを外されました。これはお相手がお上手ですね。スト6の投げ外しはかなり距離が開くので、ダルシムにとってもテレポートの選択肢が強くなります。投げを外されましたがこちらが優勢です。テレポートの存在を忘れずにラインを上げることも忘れません。この組み合わせはよほど状況が有利でない限りはジュリちゃんが待ってるメリットは薄いと思います。テレポートの迎撃のしやすさはモダンのメリットの一つです。特にジュリちゃんは歩きが早いので、前歩きで相手にプレッシャーをかけつつ逃げ行動をとがめていくのが大事だと思います。ですがダルシム側もまあ昇竜のダメージで逃げられるならと、この迎撃への心構えはできていることが多いです。テレポートをとがめて一安心ではなく、さあ次はどう追い詰めるかと切り替えていくのが大事だと思います。私のように置き攻めミスで切り返されるようなことがないように練習していきましょう。テレポートは落としやすいです。そう、モダ、あ、まあまあまあ、こういうこともあります。危な、ブラップ狩りだったらワンちゃんやられてました。最後は SA1、風波ストックがあるので、ボタンホールドでダメージアップしましょう。テレポートの場所も絞ってますし、丁寧なダルシムですね。でも私は、そんな丁寧にやらずに突っ込みます。基本的には突っ込むか飛ぶかなので、落とされるのは仕方なしですね。攻めを通すまでを少し振り返ります。テレポートを許してしまって投げられたあたりから相手の重ねミスに遅れながらも反応して飛びましたが、綺麗に落とされました。飛んだ時点で相手が動いてなかったのでジャンプ攻撃は入力しませんでした。相手が落としてくれるのを信じた形です。
ゴチューキック、ゴチューキックの連携です。1ラウンド目でドライブラッシュを見せたので、それを警戒してきたのでしょう。相手の警戒対象がドライブラッシュが中心だというのがわかります。私がゴチューキックをガードして動かなかったため、リーチの長いゴダイキックで追い打ちをかけてきましたが、シックウ戦を噛み合わせました。シックウ戦を持っているジュリちゃんの特権になります。まあ、別にゴダイキックを狙い打ちしたわけでもないんですけどね。シックウ戦から追加の試練戦まで、この技はかなり距離を運ぶので、ダルシムにとっては厄介極まりない技でしょう。ジュリちゃんは地上戦ではドライブラッシュと2中キック、空中からはノーマルジャンプとシックウ戦とダルシムを追い詰めるパーツが豊富です。豊富な攻めの選択肢を持って、虫タイプに、炎、が有効なのはポケモンの世界だけだと分からせてやりましょう。飛びが噛み合う。クラシックだったら風水エンジンに行ったのですがね。最後は強力インパクトを決めての勝利です。状況がとても有利なので、別にインパクトを返されたり SA さんを使われてもなんとかなるだろうという気持ちで打っています。2試合目は剣になります。ジュリにとっては厄介な相手の一人ですね。まあ剣に困らないキャラは今のとこはいないと思いますが、置き攻めを放棄して風波ストックを貯めます。ただの愚痴なのですが、ランクマの剣はあまりにも引き打ちプレイヤーさんが多すぎて、もう風波を露骨に貯めてから戦おうという結論になりました。気を使って攻めてもオーバードライブ昇竜や SH で切り返されるのがあまりにも辛いです。攻めが程よく噛み合ってサクッとラウンドが取れました。少し振り返って考え方をご紹介します。開幕は露骨に歩いてます。このプレイヤーさんが悪いわけではないのですが、どうせ下がるでしょうという意図があります。開幕に劉備客が来ても天線ウィンデを落とせるというのもあります。剣側も歩いてきて五弱パンチを仕掛けてきます。ジュリちゃんはノリノリで戦うキャラなので、接触が早くなるのはありがたいですね。露骨に前に歩いた経費が陣内客コンボぐらいなら安いものです。さあどう切り返そうかと思っていたのですが、また逃げちゃいましたね。だったらドライブラッシュで追いかけましょうということでラインを上げます。もしこれが意図的なバックジャンプだったら、私のドライブラッシュに対して無敵技を合わせるなりしてくると思います。ガードされたので、おそらく手癖のバックジャンプなのだと思います。投げを通した後に風波陣ためです。逃げが起点になってるっぽいので、風波ストックを貯めて一気に型をつけたいという心持ちです。風波ストックも溜まったので、またラインを上げます。アシスト強先端、風波陣の連携はおすすめです。ガードされても有利な状況の時も多いです。グラップ釣りのバクステですが、ちょっとバクステが遅かったですね。まあいいやという気持ちでアシスト強から暗検察を入れ込んでます。ガードされていたので再破傷でカバーまで、攻め攻めの時ですので強欲インパクトまで。インパクトコンボをミスしてしまいましたが、状況が有利なのでノリノリでいきます。最後は2中キック2ドライブラッシュ仕込みからインパクト返しでフィニッシュです。画面端の再破傷関連の攻防は展開が早くなりますので、ジュリちゃん側にも連動が求められますが、相手にも対応力を求める連携になっています。引き打ちばっかりされて面倒だなって思ったら、露骨に風波を貯めて追い詰めてしまいましょう。この劉備客は反応したかったですね。通陣内客は派生を出しても出さなくてもオーバードライブ転戦人が確定します。ラッシュ6中はこちらが有利なのですが、暴れるプレイヤーさんが多いですね。元気ですね。投げを通したので一応リーサルなのですが、ドライブゲージが心もとないですね。露骨に逃げるので、こちらもドライブゲージ回復のために待っても良いのですが、劉備客打ってくれたので迎撃しておきましょう。正規入力なら終わってたのですが、土壇場でワンボタンを使ってしまう弱さをお許しください。
まあこういうこともあります。SE さんで劉備客を迎撃した意味がなくなりましたね。しゃがみ中 P ください。まあしゃがみ中 P あろうがなかろうが関係ない負け方でしたけどね。では最終ラウンド、強欲インパクト。逃げ疾空1000便利ですよ。逃げ疾空1000の狙いどころを紹介します。私の安易なジャンプで入れ替わりが起きてしまったところから、二中キックからラッシュで二択をかけられましたが、投げ読みで前ジャンプをしています。このように投げ読みなどの密着状態からの前ジャンプに成功した場合、ほぼほぼ疾空1000で逃げられます。振り向き昇竜ではまずとがめられないので、相手は疾空1000読みを求められる状況ですね。キャミーのようにリターンはありませんが、逃げられるというだけでジュリちゃんにとってはお得です。グラップを入れるよりかはリスクが低いので、こういう逃げ方もあるのを覚えておきましょう。ただ相手がシミー狙いで後ろ下がりをした場合はガードになってしまうので、ジャンプを入れるタイミングで相手の状況も把握できるとグッドです。画面端の後ろジャンプをとがめるのはモダンの義務教育です。義務教育です。ドライブラッシュで終わってましたね。ダメだって。剣に引き打ちを徹底されるとかなりきついのが本音です。でもジュリちゃんなら風波を使ってはめることが攻略の鍵だと思っています。やられる前にやりましょう。そしてやるための準備で風波ストックを貯めましょう。守ったら負けます。攻めましょう。守ったら負け、攻めろ。最後にモダンジュリの良さと課題をちょこっと解説しますね。今回の画面端の状況のように端ではめて倒すのがやりやすくなっているのがモダンジュリちゃんの良いところだと思います。画面端のガックジャンプですが、この行動自体はかなり強いです。インパクトを避けられるのはもちろん、撫で矢車が未攻撃の牽制もかわしやすいです。というのもスト6はジャンプの際に足元に暗い判定がないらしいです。ジャンプ行動に移行した瞬間に足先の暗い判定がないため、画面上では当たってそうでも当たってなかったという場面も見たことがあるかと思います。おそらくインパクトを避けやすくするのが目的の調整だと思います。しゃがみ強パンチなどの対空技を除き、しゃがみ攻撃が空中暗いすることがほとんどないのはこの仕様のためです。垂直ジャンプ置きなどのジャンプ待ちが強いのは暗い判定の問題だけではないのですが、もろもろのことが重なってジャンプ2ではシステム的にかなり強い行動になっています。なのでスト6に慣れてくればくるほど、まずこのジャンプ2で行動をどうするのかという問題を解決する必要があるのですが、ワンボタン対空がモダンの答えの一つですね。ジャンプ2での相手に対してワンボタンで対空をするというのはモダンを使う最大の理由の一つです。飛び逃げに対して余力を持って当たれるため、他の攻める行動に対して頭のメモリを使うことができます。モダン竜、モダン剣、モダンルーク、モダンジュリちゃんなどワンボタンに昇竜剣が割り当てられているキャラの特権です。特にジュリちゃんのように発生の早い昇竜剣持ちは対空に対してかなり余裕を持つことができるため、ジャンプ逃げを落としやすい部類のキャラになります。申し訳ないことに、このチャンネルではジュリちゃんを使うのであればクラシックでの操作をおすすめはしているのですが、強天戦銀がワンボタンで打てるのはかなり魅力的ですので、私個人としては本当はモダンで触りたかった気持ちがありました。でもちょっとしゃがみ中 P がないのは本当にきつかったです。ジャンプにデカリを簡易化して攻めやすくしたくてモダンを触りたいのに、逆に攻めがたくなってしまっては本末転倒です。お願いですからしゃがみ中 P ください。風水エンジンの火力は諦めますから。しかし逆に見ると、自身が攻めやすくするための対空を狙わないのであればモダンを使うメリットはほぼほぼないと思っています。ゲームに慣れてないプレイヤーさんにとって対空が難しいのは、相手の行動パターンが多くてどの選択肢を見ればいいかわからないからでしょう。対空は攻めの対の選択肢です。クラシックではコマンド入力が必要なので、
攻めの中で少し待つ必要がありますが、この少し待つ行為を簡略化できるからこそモダンは強いと思っています。対空が難しい、できないというプレイヤーさんは、まずはゲームに慣れることが大事です。焦ってはいけません。モンハンのモンスターの攻撃をただただ待って避けるのなんて当たり前ですよね。モンハンの難しいところは違うでしょう。自分の攻撃を当てつつ、どのタイミングで相手の攻撃を避ければよいかが大事でしょう。でも NPC と違って人間さんの行動は不規則です。なので自分の攻めの組み立ての中で相手の行動を絞る必要があります。手数が削られたモダンだと攻めを構築するのはクラシックより大変です。なので私はモダンの方が難しいと思っています。ただ待ってるだけならモダンもクラシックも関係ないですからね。相手のジャンプだけ見てて飛んだら落とすなんて誰でもできます。自分はどう攻めようか、相手がどう攻めてくるのだろうかのやり取りの中で出す対空が大変なんです。対空が大変だと感じているプレイヤーさんは戦おうとしている証拠かもしれません。その感情に自信を持って連磨していきましょう。クラシックモダン問題はまだまだくすぶっているようですが、モダンプレイヤーさんは心を強く持ちましょう。本当にダメだったら修正されますから、使えるうちに使いましょう。今あるものを楽しむのもゲームの醍醐味ですよ。せっかくのブームです。楽しんでいきましょう。なんか偉そうなこと言ってるけど、リアはモダンジュリオ売れてるんだよな。あげくりばさこパンまでしでかすくせに、なんかいいこと言った風なの。草生えるね。すぐ自分のこと棚上げするんだから。これだから天使は。あの、謝るのでそろそろ許してもらえませんか。偉そうなこと言った天使がいる。それほどでもないゲーマーチャンネルです。